きちんとできるかっていうのがやっぱり順位に関係してくると思いますね。まあ、男子シングル女子シングルの場合にも後半疲れてくる選手が見られましたものね。そうですね、どうしても若い選手なんか特にそうですね、ジュニアシニアの掛け持ちになりますと、ジュニアのプログラムからシニアに上がるだけでも大変なのが、そこへ来てまたそういう心肺機能にですね関係するような負担がかかるとなると、やっぱり自分が気がつかないうちに疲労が溜まっていってしまうという形になりますのでね、回復がどうしても遅くなりますね。さあそういった意味でこのジュニアとの掛け持ちのペア、川口優子アレクサンドルマルクンツォフ組どうでしょうか。技術的には非常に高いものを持ってますから、もうこれはむしろフリーの方がいろんなことできますので、一つでも順位を上げるということは可能性があると思いますね。これはショートと違ってフォアインですね、滑る位置が変わっているディススパイラルですね、とてもいいディススパイラルですね。これでソロの3回転トーループジャンプ、これは素晴らしいですね、からのコンビネーションですね、シークエンス続いて2回転のジャンプです、ですね、はい、スローのトリプルループ、はい、フリーの場合には、リフトの場合はですね、3回とかいろいろやって数をやればいいっていうもんじゃなくて、もうこの以上やったら今度は逆に減点になりますよとかってあるんですよね、バランスが取れたものでなければいけない、でこのツイストは必ず1回入れなきゃいけない、それからスロージャンプも2つまでとかですね、それからスロージャンプと、それからソロジャンプというかコンビネーションをやらなきゃいけないとかね、いろんな基本的なルールはあるんです、はい、その中をいかに自分たちのプログラムを構成するかですね。今ソロジャンプ男性が2回転で終わってしまった、女性が3回転ですよね、ショートみたいにこの時に 0.2 だとか3だとかっていう減点はないんですよね、ただプログラム全体評価する時にそれが対象になりますよね。ステップインのラッソーリフトですね、簡単に言うとオーバーヘッドリフトって言って頭の上に上がるからオーバーヘッドリフトっていう言い方してますけどね、ペアの中のステップの中に必ずこういうスパイラルまたはそれに、類似するステップを入れなきゃいけないっていうのが一つあるんですね。これがスローのトリプルサルコー、これが変形のディスパイラルみたいなのですね、これはまたやっぱり変形のスピン、これがコンビネーションに移ってますね。片手、女性が片手になってますからね、それから変形ですね。こうして見てるとリフトもいろんな形があるんだなと思いますね。で今年からルールが変わりましてね、キャリーリフトって言いましてね、回転を伴わないでやるリフトに関して言うと今みたいに、持つ場所が多少その要するにルール違反でない限り許されるっていうのが新しいのが入ったんですね、ただこのキャリーリフトっていうのも1回やれるという形になりますのでね、それ以上はできない、何回もできるものではない。あとダンスリフトといって、男性の手が自分の肩より上上がらないリフト、それはアイスダンスで使われるリフトですね。そうですね、ホールドしながらやるとかそういうのができるようになってますから、前よりは多少幅が出てますね、演技に。これがストレートラインのステップですね。ステップは先ほどのスパイラル、それからその他のスパイラル一つっていうふうに決まってます。これは変形のリフトですね。その
逆立ちっていうかですね、持ち上げて打てます。非常に良かったですね。よくバランスの取れたプログラムを滑りましたね。まあ、細かいことを言えばね、ジャンプで回転がね、男性の方が足らなかったりとか、そういうのはあっても、プログラム全体として見た時は非常に流れのあるいいプログラムですよね。だからどちらかというとこのペアの一番いいところは第2点を取れるということですね。要するに芸術点が評価されるという、で特にフリーの場合には同点になった時には芸術点が上の方が上位に来るっていうルールになってます。そうですね。そういう意味で言うと非常にいい要素を持ってると。ですから楽しみですね。スロージャンプとかそういうものがもっともっと高くなる、これはもっともっといい評価になるわけですね。今まだまだ初めて、そんな立ってませんから、 そこまでいかなくて当然だと思うんですよね。とは滑りとか、それから男性の方が非常に去年に比べたらたくましくなってきましたね。あ、そうですか。ですからそういう意味で力がついてきた、ですからそういうミスが少なくなってますよね。男性のマルクンツォフはロシア生まれです。2人ともソロで滑ってましたからね、ですからそれだけのものは持ってるんですね。技術的には高いということですね。特に川口の場合はジュニアですけど、ジュニアグランプリのメキシコ大会でシングルでも前に優勝して、その後ペアで今年ペアで優勝してますからね、今シーズンですね、ですからそういう意味では非常に能力的に高いものになってますから。川口選手は19歳です。見えませんね。みんなにね、15、6歳ぐらいに見られちゃうんですよね。非常にもう幼く見えますからね。で普段でもね、非常に物静かな、いいお嬢さんですからね。そうですか。でも笑顔が見えますね。とてもいい笑顔してますね。テクニカルメリットの得点出ました。ちょっと細かいミスがあったりするからどうしてもこのぐらいになりますけど、セカンドマークは上がりますね。これはやっぱり非常に武器だと思いますよ。では期待してみましょう。下げてる人もいますけどね。そうですね。本来はもう上がる選手ですね。男性の方もちょっと動きが時々引っかかったりするもんですよね。まだ少しぎこちなさもありますか。でも基本的にはセカンドマークが取れるタイプですから、